こんにちは、塾の久保です今回の舞姫大学は自分の価値を10倍に上げる方法ということでね、メッセージをいただきました。これ私もね、同じように思うんですけども、一つは本ですよね。 本って1000円とか1500円とかで売っててその中の知識量っていうのはやっぱり、ね、自分を磨き上げるのに十分だと思うんですよそれから読んだ本を横に広げていく展開力があったらまさにね10倍ぐらいに自分の価値を高めることができて自分の判断力や情報量を増やすことができるんじゃないかろうかと思います同じようによく本を読んでる人との対話賢い人との対話っていうのも自分を築き上げますよね、まあ、ですんでねこうそういう人に選ばれるようにそこの浅い人間ではなくて そこの深い人間になりたいかなと思っております。そのためにも今日も本を読んだりね、いろんな賢い人の話を聞いていこうかなと思います。えー、ナミさんとのやり取りをさせていただいて、私もね、まあ、ちょっと賢くなったんじゃないかなと思いますんで、これからもあのぜひね、知恵をお授けください。えー、それから FX オリガラヒのお問い合わせの件、えー、応援の方ありがとうございます。私の方もね、もうちょっとお待ちしてみようかと思います。まあ一週間ぐらい、うん、なんかこう、 しっかりと考えていらっしゃって出した結論ならそれを尊重したいと思います。はい。じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。よろしくお願いします。